はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチクチャンネル、ペナシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらのステージと武器です。ナンパ戦ドンブラコにてボールドマーカースプラシューターバケットスロッシャー人4式竹筒中こうでやっていきたいと思います。それではスタート。人4式竹筒中、すごい早口言葉みたいですよね。人4式竹筒中。さあこちら竹なんですけどね、まあ、前回も言った通り一発のダメージが160、通常のね、2倍になっておりますのでかなりダメージ自体は高いというものでございます。ですが貫通効果がなかったりチャージャーとしてはやはり特殊な立ち回りをすることにはなりますので気をつけましょうって感じですね。まあ、破壊力はないけど剣術に行くならかなり強い武器って感じですね。さあということで最初はボールドマーカー、使用は通常。さあさあさあ行きますよ。何が出るかな、何がどこに出るかな、柱だ。さあいいよ竹さん。おーケイナイス、ほい、やべ降りちゃった、よいしょ。さあオッケー、ごめん僕後ろ行くね。ほっ、いいよ、塗って塗って塗り返せ。でここにボムを投げて、ここ、とりあえず落とすだけ落として、危ない、やばい、ぶねー、何体いるんだ、やばい、あぶねー、この位置でやられるほど地雷プレイもねえぞ。さあ危ないね、よっ、オッケー、ナイス、いい運びです。足りるかな、足りた、オッケー、ナイス。さあオッケー、ナイス、危ないっすね。さあということで第2ウェーブ、1人落ちましたね。バケットスロッシャー、おっと艦長、カモン。さあ納品カゴのマリオをバッシャバッシャ塗っておきましょう。はいこちら側カモン、これは落とさなきゃまずい部類、ほいほいほい、オッケー、ナイス、まあもう取りましたね。一発入った、いって、オッケー、オッケー、雑魚敵を上から撃ち下ろせるのはでかい。うまい、それは持ってっちゃダメ、狙いは僕ですね、これ。おーっと、また敵、キュッ、あぶねえ、二人やられてる、ここ、へい、とりあえず生きればいいんだ、みんなね仲良く幸せに生きればいいのさ。鉄球二人いますかね、これ明らかに鉄球の数が多いぞ、ウェーブの数。危ない危ない、とりあえず逃げた方がいいかな、2です、ほっ、OK、出てけ、 OK、 あそこの人よく生きたな、すごい、奥にいた人よく生きましたね。急進白井さん、すげえ、僕だったらこれやられてますね。
さあ通常使用、通常ウェーブですね。これは特殊ではない。さあどこから何が出てくる。鍋豚カタパカモン。オッケー、鍋豚はおっと、そい、危ない、あそこにいますか。おお、もう入れちゃいますか。まあしょうがない、入れるなら入れるでいいか。あっと当ててしまった。いいよ、片パがやべえのよ。上、もうこれは塗られてる。うわーっと、カタパダイバーごめん、ありがとう。奥のカタパと鍋豚と狙いましょう。よいしょ、危ねー。納品的には足りるかな。オッケー、カタパ残ってんな。カタパ奥のタワーも当てたかったけどね。足りるかな。ごめん、ちょっとやっておいて。僕はちょっとここ倒すわ。ここのデス数マジでバカにならない。おお、ここでミスいて、オッケー、ナイス、イエーイ、ナイス。あー落ちたさあナイスでした。いやー危ないですね。24と27、第1第3ウェーブが本当に危なかったですが、ギリギリをもうもぎ取りましたね。大物が増えてくるとやはり正確にそのね、メガホンレーザーで撃ち抜くというゲートが難しくなりますね。やはりそこのところは注意していきたいところ。さあということで、まずは初手クリアから始まりました。やったぜ。さあ次々やっていきましょう。まあ武器自体は今回かなりいい、癖少ない武器多いですからね。まあ竹が好きっていうか癖あるようなねものではございますが、まあ通常チャージャー慣れてない人は竹の方がいいかもしれない。あのインク消費がね少ないので威力自体は控えめですが、外した時のリスクも控えめになりますから、チャージャーに慣れてない方の場合はむしろ竹の方がいいのかもしれないですね。さあということで塗っていきましょう。夜特殊ウェーブ何が来るかな。パタパタというグリル、グリルというか今風車みたいなのずっと回してたの見えたぞ。そっちか、オッケーオッケー、オッケー、ナイス。とりあえず早めに納品をしておこう。次々来ますからね。いいよ、ダブルロックオンされてますか。うまい、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 うまい。瞬間火力を出せるのは僕の方ですね。さあオップね、オッケー、塗ってけ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 。雑魚処理は私ボールドマーカーの仕事としてもありではございますよ。とはいえ油断なくいきましょう。油断すると本当に一瞬でグリルは落ちます。小鮭群で落とされます。あー嫌な位置。全体を俯瞰していかないといけない。これ逃げましょう。グリルならボールマなら引っ張っていける。いいよ、よくないね。さあ引っ張ったけど OK、 あとは逃げて、グッジョブ。
下手にヘルプ出して注意引きつけないようにしましたが、おお、うまっ、何何が今復活のやつで当たった。さあ通常ウェーブ、通常使用、通常ウェーブ。さあ初手グリルは重かったですが、どうでしょう、こっちか。小酒がやばすぎ。これ僕だね、僕だね。危ない。危ない。よく生きた。ありがとう。マジで助かる。行って。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。とりあえず単身乗り込んでいけるかな。ふっ、ジェイ、オッケー、返せ。やばい、危ねえ、ナイスキール、返せ。やばい、危ねえ。ほっほっ、ナイス。いやー結構嫌なとこ来ましたが、まあまあまあなんとかなりましたね。さあ第3ウェーブどう来るかな。通常使用なのは確定、通常ウェーブですかね。やだなそれは。ほんとここはね、寄せられるもの寄せないとめちゃくちゃ厳しいんですよ。初手鉄板ヘビ、あとはロイだ、鉄板ヘビコウモリ、ナイス落とし、いいよ。鉄板ヘビダイバーはもう寄せのフルコースじゃん。ありがてえ。これはさあダイバーが奥にいたの見えましたね。いいよ、いいよ。さあ残り8個、カタパ落としちゃった。いやもうここ打っとくしかねえな。本当はカタパとタワーが集まってるところにやろうと思ったんですが、いやーうまっ、オッケー、ふっ、オッケー、ナイス。余ってましたか。まあカニタンカー使いどころなかったところもあったかな。グリルでも使いづらいですし、ということでナイス勝利でした。いいですね、2連続で第3ウェーブまでクリア、イエーイ、かっこいい。竹はチャージャー武器だからこの勝利ポーズになるんですね。かっこいいな、武器ごとに決めたいよね。チャージャーはこの武器ポーズすごい好き、この後ろ向いてグッってやるやつ。さあということで第2試合目もクリア、第3試合いきましょう。何が出るかな、何が出るかな。はい、さあ鬼が出るかジャが出るか、出てくるのは全て魚類。
さあやっていきましょう。ドドドーンと、さあ行きましょう。バケットスロッシャー。おっと一瞬なんか夜な気配がしましたが大丈夫そうですね。通常しよう、通常ウェーブ。何がどこから来るかな。こっち、あーこっちですか。ヘビいます、ヘビじゃない爆弾がいますね。バクバクちゃんがいます。うおーめちゃくちゃ当てづらい位置に。カタパー倒しておきましょう。おーっと外した、入った、 OK。 ヘビいましたね今。おーっと狙いは僕ですね。うおっヘビいって、オッケーオッケーオッケー、寄せた寄せた。ここ塗っておきましょう。ほーいほーいほーい、危ない。鉄球ですか、いって。うわ怖っ、結構当たっちゃったか。おーおーノーモーションキャッチ。おっと変に撃たれたか。まあこのまま倒せ。23ならばこれで間に合う。 OK 足りた、いいよ。おーぶね、ゲイ足りる、間に合いはしないか。さあナイス、塗ってけ、いいよ。さあ塗り強武器が多いとやはり動きやすさが段違いですね。ゴールドマーカーバケスロ、こちらゴールドマーカーバケスロスプラッシューターが塗りまあまあ強い部類なのでね、塗り武器としても活躍できる部類なんで。おっとここか、柱がどこまで飛んでく。よいしょ、スケイナイス。おーっと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 、なべぶたなべぶたなべぶた、スケイ。まだどっかになべぶたいますね、音的に。おーめい、いいよ、寄せろと言ってますね。はいオッケーです。このまましばらくヘビはやらないで寄せましょう。やったっぽい？あ、違うな、これ僕が狙われてたパーツ。やばい、やばい、2ですか。あ、危ない。お前もうダメージ食らってんだろ。オッケー、ナイス。納品足りるのがここ本当に重要なんでね。返してもらうぞ、重って、くっ重たい、ほい。ふう、重たすぎる、めちゃくちゃ重たいじゃん。大丈夫か。さあ満潮、サメライドなんでヘビとかが来たら速攻使うようにしましょう。おお、これはいいよ、いいタイミング。鍋豚そこから狙い撃ちますか、いって。うん、1人落ちた、あーこれは水没死ですね。さあ狙いは僕かな、僕っぽいかな。いらっしゃいませ、ナイス。あ、これは許さんよ。 OK。 さあサメライド使いどころ困りますね。
うわっ、おめえ、そんなの無理だろ。両方に当たるとは思ってなかった。ありがとう。それ寄せましょう。とはいえね、これ下手にカモンで寄せるとね、下手にカモンで寄せてしまうと本当に厳しいことになっちまうっていうことがね、事例として存在するので何とも言えないんだよね。いいよ、いけ。おっ、船多すぎ。納品的にはあと1個。ナイス、納品足りてたからみんな暴れ回ってましたね。これもうちょい早く来てくれたらすげえありがたかったもんな。ナイス。さあということで第3試合目もクリア。めちゃくちゃいいですねこれ。今回は調子が良かった。ギリギリではあるんですよね、毎回毎回納品。そう、ギリギリを毎回救い取って言ってます。とはいえギリギリ納品が足りてないはあんまりないんですよね。残りなんか5秒ぐらいで突っ込んで、ああ足りたーではないんですよ。なのでそこの部分を考えたらまあちょっと余裕は残ってる。とはいえ納品数だけ見ればギリギリそんな感じですね。でもまあ余裕を持って納品数が足りるということは、残りの秒数は無理やり取りに行く必要はないということになりますので、まあほんとね、先に納品しとくの大事です。よかった、サメライドでね、本当はもうちょい綺麗に最後コウモリを倒してっていうのをやりたかったんですが、まあ理想と妄想は別ですね。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。